はい、やってまいりました。三田寮の音楽堂でございます。5月の最終週でございます。ゲストは先週に引き続き、すなわち佐賀の皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では自己紹介します。すなわち佐賀の宇都田と各世紀を各世紀ですね、担当しています。そうです。はい、よろしくお願いします。そしてドラムとボードとアルコール中毒、吉丸です。はい、よろしくお願いします。アル中です。アル中です。はい、もう先週とは打って変わって、飲んでるということです。はい、先週はすなわち佐賀とはということで、初めて見た方でも分かりやすいようにどんな音楽をやってるかとか、どんなライブをしてるかっていうのをお話伺いました。佐賀でも分かるお話です。そうですね。で、まあバンドコンセプトであるフェチに刺さるというところでございます。さあ、では今週はさらにメンバーさん、まあ C っていうのはそのすなわち佐賀というものにもっと深く掘り下げていきたいと思います。で、皆様のフェチというのをコンセプトにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあフェチ、まああれですね、まあいろいろフェチっていうとやっぱり性的なのって皆さん印象を残したりとかするんですけれども、あえてここはやっぱ音楽情報番組なので、音楽的にこういう音とかになんかフェチっていうか、なんか快感っていうか、ただ好きな音楽っていうのはいろんな皆さんあると思うんですけど、そうではなくてちょっと深く切り込んだ、この音を聞くと例えば背筋がゾゾッとして気持ちいいとか、なんか音的なのとか、例えば歌詞でもいいんですよ。こういう歌詞があるとすごいいいみたいな、音楽的なフェチをお二人にお願いしたいと思いますので、まずはじゃあ翼さんから。まあそうですね、結構すなわち佐賀の曲って、ね、割とこう小難しそうに見えてストレートな歌詞の曲が案外多くて、はい、まあというのも個人的にもなんかそのやっぱりストレートな歌詞っていうところにやっぱりこういいなっていうのがあるんですけど、ただなんかこう、ま今時ね、こうヒットする曲とか、うん、割とこうリスナーが分かりやすい言葉とかそうです、ね、羅列することが多いんですけども、うん、その中でもなんか、なんて言えばいいんだろうな、刺さるものっていうの、本当に自分の心の底から出てきたものっていうのが結構メインになってて、例えば、はい、こう、なんだろうな、曲とかでね、よくこう締めとかって書くじゃない、うんうん、ただなんかそのフレーズに当てはめた死ねじゃなくて、マジで死ねって思ってる死ね。ああ、情念がこもったみたいな。マジの死ね。それ音楽できたら結構、じゃあ翼さん的にはそういうところが結構来るっていうか、そう、自分がやってても人がやっててもじゃあググっていうなんか来るところっていうのは、ちょっと古い音楽なんですけど、宇多田恵子さんの、はいはいはい、宇多田ヒカルさんのお母さんの宇多田恵子さん、藤恵子さんですね。はいはいはい、あの人が歌う歌って無情な、ね、なるほどね、はい、だからあれって結構自分の中でもフェチっていうのは、娘さんが歌うのはまたそのまああるんですけど、やっぱりお母さんの情念はまたいいんですよ。その10代の同じ多分そういうとこってフェチじゃないな。めっちゃ大好き。あ、大好き。藤恵子さん大好き。夜に咲いちゃう。夜に咲いちゃう。いや、あれすごいですよね。やっぱ怖い。あ、じゃあフェチっていうとちょっとその流れで吉田さんだと藤恵子さんの歌声と、うん、歌声とあの世界観ね、うんうん、あれ来ますよね、フェチですよね、まさに最高ですね。あれはね、やっぱりググッと来たりするのと、あと何ですかね、見た目のなんかそこまで綺麗なんですけど、なんか、うんうんうん、言葉なんか語弊がないように落とせそうなの、なんか落とせなさそうだけど、なんか意外と、うん、ちょっとしたきっかけで落とせそうな雰囲気を持って、実は鉄壁のような持ってんだけど、なんかちょっとしたなんか男の涙を見せたらポロッといけそう、なんかありますよね、そういうものだ。マニアックやね。そういうところのフェチの、俺だと多分吉田さん、多分そういうところだと思う。藤恵子のフェチって音的なね。結構これはそれぞれ皆さん持ってると思うんですよ。このギターのフレーズが好きとか、やっぱり、結構その音的なやっぱ何ですか、あとドラムプレイとかは結構、はい、で結構これは語弊がないように、結構女の子ってベーシストが好きになっちゃう傾向って、うん、それありません？体に見合わない大きなベースを持つ、なんかそうそう、なんかそういうのをフェチになんか通じ、うん、なんかググッときちゃうんですよね、うん、なんかあと低く構えたギター椎名林檎さんとか、はいはいはい、
なんかフェチを感じる音楽的なところのフェチってそういうところ、なんかさっき言った言葉的だったり歌詞のところとは別のなんかそういう女の子がすごいでかいギターを持ってすごい異様に低く構えてるとか、なんかそれがまたロックでもありエロいんですよ。なんかフェチですよね、そういうのっていうのは。なんか今日のちょっと音楽堂は何ですかね、音楽フェチに語ってるんですけど、ちょっと隔たってるところもやや、まあ、個人的なところもあったりとか、なんかそういうマニアちょっとマニアックなトークを展開しております、ね、そこも下がって。ああなるほどね。なんでじゃあそういうところが今後出てくるということで、ライブでもじゃあそういうのは今後さらに自分たちの中で展開していこうとか。まあ、そうですね、多分うちのバンドってこう、なんだろうな、あのパッと見た瞬間に、なんだこれはっていう、まあ、印象を持たれる方がすごい、そうですね、白塗りで学ランですからね。さらにトゲトゲですからパッと見の印象だけで言ったら低いますよね。あそこをでも引き込んでったりとか、何かそういうさっきのフェチとか、なんかそういうのがなんか引っかかるものがあるんじゃないですかね、やっぱ今後と思ってるかな。そうですね、結構お客さんの層としても20代の半ばから後半か、まあ、30代半くらいの方が案外多いんですけど、あの、まあ、かつてはあのバリバリ10代の頃にバンギャをやってた方とか、でが一線退いた後に、あ、またこんなバンドがいるんだくらいの緩い感じで来てくれる方が案外多いんですけど、一周回ってっていうかね、全盛期を過ぎた中でまたそういう音楽が自分の中でハマったりとかして、そういうお客さんが。そうです。なるほどね。じゃあもうちょっと今後とも、まあ今後は都内でね、あるかもしれない。そうですね、あるかもしれない。今年もあと1、まあ、指導ライブが東京だったんですけども、まあ1本か2本かくらいはまた観光に足を運んでいけたらなとは。なるほど、ありがとうございます。では、最後ですね、はい、最後というか、あの今後のライブスケジュールをちょっとお願いします。次回が6月9日、心斎橋地下1階にて、はい、まあ、あの2回目となる主催の方を開催させていただきます。はい、でそちらの方で、まあ、2回目となる、まあ、シングルの方が発売させていただく予定ですので、足を運ばれる方はぜひご購入いただけたらと思います。会場限定ということで、会場限定、はい、詳しくはまた公式のツイッターだったりホームページだったりというところで情報を配信させていただいておりますので、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いします。さらに7月にもう1本ちょっとメイン、はい、7月15日にですね、まあ、我々もかなり影響を受けたカゲロウというバンドのボーカリスト大輔さんの命日、7月15日にカゲロウのコピーを、まあ、メインとしたイベントの方を開催させていただきます。はい、そちらの方で普段とはちょっと違うね、砂内坂の方をお見せできたらと思いますので、ぜひ関東の方も関西の方も地下1階で足を運んでいただけたらと思います。はい、では、まあ、先週もお伝えしたんですけど、今後のライブスケジュールや、イベント情報などは、どちらで調べるか、検索サイトです。砂内坂、砂内坂を検索していただいて、一番最初に来ますか。多分なので、またツイッターもやってるということ。あとミクシーとかね、モバイエとかね、あの古臭いやつね。魔法のアイランド。そうそうそう、魔法のアイランド。閉鎖されてます。閉鎖されてもうそれはね、あとあれなんですか、個人、あの、なんでしたか、忘れて。魔法のアイランドはまだやってるんじゃない。いや、携帯小説は発表してるんですけど。あ、なるほど。ホームページは残ってるんですけど、個人のあのページは全部、はい、師匠が。そうなんだ。もう、あと、なんか全略プロフももうなくなり、全略プロフィールは結構話題になりますよね。なくなりみんなの黒歴史。はい、もうないんですけど、まあ、インターネットで砂内坂検索してみてください。では、まあ、2週にわたってお話を伺いましたが、まあ、お時間になってしまいましたので、最後に一言ずつまずじゃあします。皆さんに何かあれば。全員ぶっ殺す。ありがとうございます。では最後に砂内坂お願いします楽しいお遊びをしましょう。ありがとうございます。ゲストはすなわち佐賀の吉村さんと翼さんでした。どうもありがとうございました。それではミダリオの音楽堂、また来週。
Tokyo Borderless TV。